こんにちは、美容家の夏美です。今回はコスメキッチンの購入品を紹介したいと思います。今回ご紹介するものはメンタルケアをサポートしてくれるようなアイテムになります。この動画は6月末に撮影をしているんですけれども、雨の予報とかを見たら7月の前半も結構雨マークがついていたので、梅雨の時期でちょっとジメジメしてイライラしたり疲れも溜まっている時期かなと思うので、リラックスさせてくれたりとか、頑張らなきゃいけない時にパワーをくれるようなものをいろいろとご紹介したいと思います。では一つ目のアイテムをご紹介します。はい、こちらです。シゲタのエッセンシャルオイル、リバーオブライフです。皆さん、シゲタのエッセンシャルオイル使ったことあります？めちゃめちゃいいですね。シゲタのエッセンシャルオイルはもう全種類爆買いしちゃおうかなって思うくらいかなり気に入っちゃいました。こちらはブレンドエッセンシャルオイルなので、一つのこう精油だけではなくって、ほんといろんな精油がミックスされているんですよ。なのでいろいろな効果感が期待できます。で、私がゲットしたのはリバーオブライフっていうブレンドのエッセンシャルオイルなんですけど、精油がローズマリーカンファー、ウィンターグリーン、サイプレイス、ペパーミント、クラリセージ、サンダルウッドなどがブレンドされています。全部私の大好きな香りで、もうドンピシャっていう感じで、かなりお気に入りです。香りは結構すっきりしててスースーする感じですね。こちらは血流を促してくれる働きがあるので、むくみだったりとかコリが気になるところに使うとすごくすっきりします。シゲタのエッセンシャルオイルはフランス式の蒸留法でこう作られているんですけども、フランス式のものってエッセンシャルオイルをそのまま直接肌に塗って OK なんですよ。で、普通のエッセンシャルオイルはホホバオイルとかアーモンドオイルとか、そういうベースのオイルに混ぜて使わないと直接お肌につけちゃいけないんですね。でも混ぜて使うのってちょっとやっぱめんどくさいじゃないですか。でもこのシゲタのエッセンシャルオイルだったら、どのブレンドオイルも直接肌につけて OK なので、すっごく使いやすいなというふうに思って、すごく気に入っています。例えばディフューザーとかを使って香りを楽しむっていう感じだったら、もっとお得なエッセンシャルオイルたくさん売っているので、そういったものでいいと思うんですけど、シゲタのオイルはとにかく体に直接塗布できて、でマッサージができたりするっていうのがすごく魅力的なポイントかなと思うので、もしご興味がある方がいらしたらぜひ手に取ってみてください。ちなみにマッサージをするときはベースのオイルに混ぜて使ってもらうと伸びもいいですし、広い範囲もほぐせるのですごくいいと思います。ちなみに私は、肩こりと首こりと足のむくみのケアだったり、あとは頭皮のマッサージとか頭痛予防みたいな感じでも使っています。で、私はこれをポーチに入れて持ち歩いているんですけど、もうデスクワーク中にもう首肩こりと頭痛に結構悩まされていて、どうしても辛い時は頭痛薬とか飲んじゃうんですけども、なるべくねお薬飲みたくないんですよ。でもこれがあれば、ちょっとした頭痛くらいならきっと乗り切れそうみたいな気持ちになれるし、もっと仕事の合間にちょっとこれで首とか肩をほぐしたりすると、もうスーってこう軽くなっていくような感じがして、それでね、気持ちがこうシャキッとしたりとかリフレッシュができるので、お仕事 のメンタルサポートにもすごくおすすめです。はい、お守りのように最近毎日持ち歩いています。はい、では続いてのアイテムに行きます。はい、こちらです。ブレッシングオブガイアスプレーとブレッシングオブガイアエッセンスです。はい、こちらは空間用のスプレーとお口に入れる舌下のエッセンスになります。はい、どちらも新時代を生き抜くお手伝いをしてくれる令和ブレンドになります。こちらはコスメキッチン限定のプロダクトになります。ガイアスプレーとガイアエッセンスは日本のパワースポットって言われている場所のエネルギーをこうギュッとこう詰め込んだスプレーとエッセンスになりますね。
以前もちょっとご紹介したことがあるんですけど、私は奈良県の吉野天川村のガイアスプレーを愛用していて、他にも富士山とか淡路島とかそういったパワースポットのエネルギーをこう感じられるようなスプレーや、フラワーエッセンスなどがコスメキッチンからはいろいろと出ています。そういった中でこの令和のブレンドに関しては、富士山と淡路島と、奈良県の吉野天川村のエネルギーを感じることができます。その聖地に直接行かなくても、こうやって空間にスプレーをしたりとか口の中に落とし込むだけで、その聖地のエネルギーを感じることができるので、そういった自然のパワーを自分の味方につけることができるので、ちょっと自分に自信が持てたりとか、そういう背中を押してくれるようなものになります。この令和ブレンドに秘められたパワーとしては、女性性をこう高めてくれたりとか、自分のこう純粋な輝きを解き放つとか、あとは人と自然がありのままにつながる愛と喜びの世界へ、揺るぎない自分軸とか、そういったワードが書かれています。なんかありのままの自分を愛して、そして自信を持ってねみたいな、そういうメッセージを私は感じたので、将来のこととかちょっと見えない先のことにこう悩んでしまったり、ぐるぐる考え事をしてしまったりするときに、このスプレーを空間に吹きかけたりとか、あとお仕事に行くときとか、外出するときに自分に害になるようなものから守ってくれるような気がして使ってますね。自分ではどうにもできないような嫌な出来事ってたくさんあると思うんですけど、でも物事って全てこう捉え方次第なので、なんか気持ちで負けないようにしたいなっていうふうに思っています。捉え方次第ではもう良い方向にも人生は変えられると思うので、そういうお手伝いをしてくれるようなアイテムかなと思って、いつも自分の味方につけています。使い方は本当に簡単で、自分の周りの空間にこう吹きかけてこう香りを感じるだけです。でフラワーエッセンスの方も舌に直接 2,3 滴垂らすだけですね。で特にフラワーエッセンスはもうヨーロッパだと赤ちゃんとかペットとかも使うくらい、みんな使うものっていう感じらしいんですけど、日本だとちょっとなんかスピリチュアルなものみたいな感じで、ちょっと敬遠されがちな気がして、まだあんまりこう伝わってないなっていうふうに思うので、なんかもっと日本でも一般的に使われるようになったらいいなっていうふうに思います。はい、では続いてのアイテムに行きます。はい、ちょっと一部使ってしまったんですけれども、コスメキッチンのビューティーストーンステッカーです。こちらはですね、パワーストーンの波動を感じられるシールになります。私はすでに3枚使ってしまっているんですけれども、スマートフォンとかパソコンに貼り付けています。あとは玄関とかトイレとか、あと寝室のどこかに何かに貼ってもいいと思います。なんかこちらのシールはパワーストーンの効果が最大限に引き出されるように、こうその光の具合とかもすごくこだわって撮影をされたそうなんですよね。例えば水晶だったらエネルギーをこう増やしてくれるようなパワーがあるので、仕事道具に貼り付けるといいんじゃないかなって思います。あとはアメジストとかはヒーリング効果がすごく高いので、眠る時にこう近くに身につけるものに貼っておくのもいいかなというふうに思います。なんかこういうストーンのパワーとか自然のエネルギーを全く信じていない人にとってはもう何の効果もこう発揮しないと思うんですけど、私はそういった自然のパワーとかエネルギーを信じていて、そういったものをこう自分の生活に生かしたいなっていうふうに思うので、こういったシールなども身につけています。最初からすごく石のパワーとかエネルギーに興味があったっていうわけではなくって、なんかコスメキッチンのスキンケア用品をこうきっかけにいろいろなアイテムを使うようになったら、もうどんどんその魅力に引き込まれていったっていう感じです。
ちょっとでもご興味がある方がいらしたら、軽い気持ちでちょっと自分のお守りのような感じでストーンのシールとかも取り入れてみたらいいんじゃないかなと思います。でお店によってはビープルバイコスメキッチンでストーンの取り扱いがあるので、このシールのサイズくらいの本当に気軽に試せそうなストーンも結構売っているので、機会があったら店頭も覗いてみてください。はい、次のアイテムが最後になります。はい、こちらムーンオロジーオラクルカードです。月の満ち欠けにご興味がある方だったらオラクルカードもちょっと気になるっていう方いらっしゃるかもしれないですね。オラクルカードっていろいろな種類があるみたいなんですけど、私はこの月の満ち欠けをテーマにしたオラクルカードを愛用しています。オラクルカードは初心者なので、まだ全然使いこなせている感じはしないんですけれども、最も簡単な方法としてはカードをシャッフルして、で自分がこう悩んでることだったり、こうなんかちょっとアドバイスが欲しいなっていうことを思い浮かべながら1枚カードを引くっていう方法ですね。私は美容面健康面っていうところではもう月の満ち欠けのリズムっていうのにすごく影響を受けているので、自分の考え方とか生き方にも月のアドバイスを取り入れていきたいなというふうに思っています。でこのオラクルカードにはこういったガイドブックがついているんですけれども、カード1枚1枚の説明が書かれていて、それを読んでるだけでもすごく楽しいです。それにカード1枚1枚がすごくイラストが美しくて、これを見てるだけでもすごく癒されます。なんか最近は、今やっていることってすごい遠回りなことかなとか、このまま続けていくべきかなとかいろいろ考えて悩んでいたことがあったんですけど、で、そこでカードを1枚引いたら、今やっていることは正しいから突き進めっていうようなメッセージが月からやってきたので、なんかすごく背中を押されましたね。でさっきのガイアスプレーとかエッセンスもそうなんですけど、で結構仕事で初対面の人に会うことが私はすごく多いんですね。やっぱ初めて会う人と仕事するってすごく緊張するじゃないですか。でそれがやっぱり毎回あると、こう仕事に行くのがこう憂鬱になったりするわけですよ。話が合う人が来るかもしれないのに、なんか嫌な人が来たらどうしようっていうことばっかりこう考えちゃったりするのね。なので仕事に行く前はガイアエッセンスを下に垂らしてカードを1枚引いてから出かけるようにしています。なんか自分の背中を押してくれるような儀式みたいなことを習慣づけていたら、ちょっと前向きに暮らせるようになったような気がするんですよね。一人だけど月も植物も石も私の味方よみたいな感じで、なんか最強な気分になれます。はい、こんな感じで最近コスメキッチンで購入したメンタルケアをこうサポートしてくれるようなアイテムたちをご紹介しました。私はコスメキッチンが大好きなので、これからもたくさんお買い物をしてたくさん自然のエネルギーを感じて暮らしていきたいと思います。ということで2021年の下半期もよろしくお願いします。はい、今日の動画はこれで以上になります。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。